国家解体戦争から数十年の未来、支配者たる企業は自らが汚染し尽くした地上を見限り、航空プラットフォームクレイドルを建造。高度7000メートルの空に新しい正常な生活空間を見出していた。すでに人類の過半はクレイドルに住まい、地上は資源基地とそれをめぐる戦いの舞台に過ぎなかった。一方で国家解体戦争において企業支配体制を確立した原動力、人型兵器アーマードコアネクストと搭乗者リンクスは、その圧倒的な力の個体造成に危機感を抱いた企業により、企業機構カラード管下の傭兵として地上に残された。今や企業軍の主力は巨大兵器アームズフォートであり、かつて戦場を支配したネクストたちは、薄汚れた地上で延々と続けられる経済戦争の先兵となり果てていた。ミッションを連絡します。ラインアークに展開する守備部隊を排除してください。ご存知の通り、ラインアークはクレイドルに参戦しない反体制勢力の本拠地です。我々は平和的な話し合いを求めていますが、彼らは頑なにこれを拒み、攻撃的な態度を崩しません。このミッションは話し合いのための示威行為です。力をちらつかせた交渉は我々の本意ではないのですが、この際は仕方ありません。なお、ラインアークの主戦力ホワイトグリーンとは離れた場所で作戦行動中です。心配はいりません。失礼ながら、これはあなたの試金石でもあります。確実なミッション遂行を期待しています。ミッション開始。ラインアーク守備部隊を全て排除する。企業のネクストだと？師匠、こんな時に限って。目標残り約半数。プライマルアーマーだ。まずはプライマルアーマーを減衰させるんだ。目標残りわずか。通常兵器では太刀打ちでき。ノーマルはまだなのか？ノーマルは敵増援を確認。ノーマル部隊か。油断だけはするなよ。ミッション完了だ。よくやったな。ほぼ完璧だ。とはいえあまり調子づくなよ。敵が弱すぎたのだからな。